僕はですねある日姿勢特に座り方について指摘されたことがあります皆さんあの僕が指摘されたのはどういう座り方だと思いますか村長はね「おい何しとるんや」ってことをね言ってきたんですけどそれはですね体育座りだったんですよ はい。皆さん、こんにちは。ペンキアカの正言です。今日は、えっと、アフリカのタンザニアの村長に教えてもらった、本来のね、日本人が大切にしていた姿勢という話をしたいと思います。皆さんは、普段、どういうような姿勢で生活をされていますかで僕は、アフリカのタンザニアの文樹という200人ぐらいの村で、絵を描きながら、村人と共に生活をしながら来ていました。でその村に入った初めての日本人、 もも外国人も僕が初めてだったんですけど70歳の村長曰く「実はこの村には日本人の文化とか価値観が色濃く反映されてるんやで」ってことを言われました「どういうこと?」っていう風に聞いたら「実は不思議な話になるんやけど俺のおじいちゃん12030年前に生きていたおじいちゃんが村でご祈祷とかご神事をするシャーマンだった」っていうことを言っていますそのおじいちゃんがよく夢の中で日本人と出会っていてその人から「みんなで楽しく幸せに生きていくためにはどうしたらう」 いいのかととか自然と共存ししてて生きていくたためにはどうしたらいいいののかっっっっててててう大切なここことを習ったってこととすををた言ってるんですね僕は当時ね2014年の7月から村に行ってますけどちょっとね性格が悪かったんで「どんなところに住む日本人やった?」って聞いたら村長こう言ってきました「その当時の日本列島に住む人たちは穴を掘って縦穴式住居に住んでいたんだよ」そしてね穴の中に入ってしゃがむと自分の目線がアリンコと同じ目線大地と同じ目線に来る村る。 そんな人たちから教えてもらったんだよそしてね不思議なことにその人たちは女性をモチーフにした時をたくさん作っていたんだよっていうことをその時に聞きました縄文という言葉は聞いていないんですけれども彼ら曰くその時代っていうのは1万年から1万5 0年続いた時代で愛と平和にあふれていた時代で亡くなった人に刺し傷とか切り傷がなかったんだよってことを言われたのでおそらくあの縄文時代じゃないかなっていうふうに思っています 僕はですねある日姿勢特に座り方について指摘されたことがあります皆さんの僕が指摘されたのはどういう座り方だと思いますか村長はねおい何しとるんやってことをね言ってきたんですけどそれはですね体育座りだったんですよ僕ね村でねある日まあ何気なくですね体育座りをしていると村長からむちゃくちゃ怒られましたそれは本来の日本人の座り方じゃないとそれは海外から入れられたあまり良くない座り方なんだよって ということを言われました体育座りっていうのは背筋を曲げて 膝を抱えるっていうまず心が内に向かうっていうのもいい意味での内に向かうではなくて塞ぎ込むというう意味での内に向かうそして体育座りで膝を抱えますよねで膝を抱えるっていうのは楽しい毎日を送っていたとしてもこの毎日ですね体育座りしてると膝を抱えてると心の中に寂しさが芽生えるんだよってことを言われたんですね将棋あのなんで体育座りしてんのって何で無意識にそういう座り方なんのっていうふうに聞かれて 皆さんもそういう人多いかもしれないんですけど日本ではね小学校とかでも体育館に行ったら体育座りってことで小さい頃からねそれを教え込まれてるんで学校で抜けないんですよねこれこの座り方が村長はねああそっかで日本人は姿勢から変えられたんやねってことをねあの言ってきました本来日本人っていうのはものすごく自己肯定感が高まる座り方をしていたんだよってことを言われたんですねそれ何かというとあぐらをかいて背筋を伸ばすもしくは正座を してて背筋を伸ばすっていう自己肯定感がものすごく高まる座り方をしていたんだよと「証言ね」てあぐらをかくもしくは正座をするっていうのは安心して大地に地面に身を委ねるっていう座り方なんやっていうことを言われました確かになと体育座りをしてるとバランスが取れないというかこの膝がちょっとグラグラするっていう皆さんもそういう風に 感じるるる方もあると思うんですけど不安定になるっていうことをね心の中が不安定になるっていうことを言われました日本人はねしっかりと体重を重力に逆らわずに安心して地面に大地に身を委ねるとリラックスしてっていうのが本来の日本人の座り方だったんだよってことを言われました小学校とか中学校とかフリースクールとかいろいろ高校とかも行きますけどやっぱりね地べたになると体育館とかになると ま体育座りの学校がすごくねあの多いですねでも皆さんねもし体育座りをやらないといけない状況になったら僕は聞いたんですよ「村長どうしたらいいの?」ってそしたらそういう状況があるんやったら体育座りをしてもいいけどこの膝を立ててもいいけれども背筋をこう伸ばしてそして膝を抱えないせめてこの座り方にした方がいいっていうふうに言われました背筋を丸めて心が塞ぎ込まないように背筋を伸ばしてカッと開いてあげると。 膝を抱えてしまうと、ね、寂しいのポーズになってしまうので寂しくなくても心の中に寂しさが生まれるんだよってことを言われましたなので皆さんね是非座り方も気をつけてほしいですしやっぱりその村長が言ってたのは日本人はね普段から自分が当たり前にやっていた所作もとことんまで愛していたんだよってことを言われましたそれはあの姿勢ももちろんなんですけれども例えば朝起きたら水をすくうでしょその水をすくう時の手の形っていうのは こうしますよね。水を吸くとき、水を吸くときに必ず自分に語りかけていたんだと、なんて。 この手のの手形っててていいうのは美しししくく可愛愛らおしいんだろうってうこととをちゃんと自分に語りかけていたんだよだよからね本来日本人っていうのは普段から自分がやっていた所作をとことんまで愛していたから自己肯定感がものすごく高かったんだよってことを言われましたなので皆さんね是非姿勢に気をつけて座り方とかね気をつけてもらいたいというのとあと日常の中で当たり前やっている所作仕草とかを自分の仕草をねとことんまで愛してもらいたい えたらなっていう風うに、えー、思っています村長のおじいちゃんが言ってたらしいんですけれども日本にいらっしゃる方の dna の中に一番深く刻み込まれている記憶っていうのは愛され続けた記憶っていうことを言われました1万年から1万5 0 0 0年続いた愛と平和で溢れた時代で亡くなった人に刺し傷とか切り傷がなかったんだよっていう風に言われたんですねつまり本来日本人っていうのは生きとし生ける全てのもの人も含めて愛していたから生きとし ける全てのものたちから愛されていたんだよってことをね言われましたなのでとことんまで愛していたしとことんまで愛されていたしかも1万5,000年の間愛され続けた時代というのがあったんですねそれが縄文時代だったんだよってことを教えてもらいましたなので日本にね住んでられる方の日本にご縁があるというか日本の皆さん の血液のね中には愛された記憶っていうのがね眠ってるんですねそれを呼び起こして自分の心が満たされた状態で生きていくためにも人から愛されるのを待つのではなくてまずはね自分自身を愛してあげてもらえたらなというふうに思いますでその中で顔洗う時の,この手の所作とかなんて可愛らしくて愛てしくて美しいんだろうっていうこととかそしてこの自己肯定感の高まる本来の日本人の座り方大地に身を委ねて節字を バスっていうこれも参ってしまった所作だと思うんですけれどもそれをとことんまでね愛してあげて愛することで長年1万5,000年愛され続けていた記憶っていうのが戻ってきて世界中の人に愛するっていうことはどういうことなのかそして愛されるっていうことでどれだけ 心が豊かになっていくのかっていうのをみんなに指し示して見せてあげてねっていうことを言われました皆さんねぜひ今日から姿勢に気をつけてもらえたらなっていうふうに思います小学校とかねに行ってるお子さんがいらっしゃったらね、まあ、体育座りじゃないといけないところももちろんありますしあぐらをかいていたら背筋を立たせて怒られる学校もあると思うんですけれどもできれば、まあ、体育座りをしていても、えー、背筋を丸めないしっかりと伸ばして膝を抱えないっていう このポーズに、にめてしてしもららえたらないいう,ふうに思います。今日は本来日本人というのは自己肯定感が高まる座り方を知っていたんだよそしてそういう自分も愛していたんだよっていう動画でした今日も皆さんご視聴ありがとうございます 僕は今年の年の末までに26万人登録を目指しています26万人っていうのは縄文時代の時に日本人が一番多かった人数ということで言われていますまずはね26万人が本来の日本人の素晴らしさに気付けたら世界はね明るい未来にグッとスピードを持っていけるんじゃないかなと思ってそこを目指していますいいなと思った方はチャンネル登録をお願いしたいですし周りのお友達にも紹介してもらえると嬉しいです大切な人にも紹介してください 今日も皆さんありがとうございました10月の21日に翡翠小太郎さんと僕が出す本今日誰のために生きるっていう本が出ます皆さんは誰のために生きてますかアフリカのタンザニアの文珠っていう村に僕は住んでいて村長から教わった本来の日本人の素早さをギュッと詰めた素晴らしい本になってますのでぜひ皆さん買ってください